こんにちは。オデッセイハイブリッドが好きなチャンネルのケンイチです。今回も動画を見ていただいてありがとうございます。高齢者のアクセルとブレーキの踏み間違い事故っていうのが問題になっていますけど、その問題に対してどうしたらいいのかっていうので、福井新聞オンラインに投稿があったっていうことで面白いことが書いてありました。ブレーキは左足で踏めば踏み間違い事故が減るんじゃないかっていうものでした。今の車はオートマチック車が主流になってて、右側にアクセル、左側にブレーキっていう配置になってるんで、両方ともに足を置いておいて完全にアクセルとブレーキの操作を右足と左足で分けてしまえば踏み間違い事故が減るんじゃないかっていうことなんですけど、これに対して思うことを今日は話していこうと思います。まず左足ブレーキについてなんですけど、左足でブレーキをうまくかけることができるかっていうことなんですね。トップレーサーの方とかアマチュアでもレースをされている方であれば、左足でブレーキを踏むっていうことは速く走るために当たり前にしていることっていうことは聞いたことがあります。それとかカートなんかに乗っている人であれば、右足がアクセルで左足がブレーキっていうふうに完全に操作が分かれていると思うので、その操作に違和感はないんだと思います。ただ普通に教習所で免許を取って別にスポーツ走行もせずに車を動かしている人っていうのは、左足でブレーキを踏むっていうのは結構難しいことだと思います。何が難しいのかって言ったら、ブレーキのコントロールがすごく難しいんですよね。左足でブレーキを踏む練習をされたことがあるかもしれませんけど、僕自身も左足でブレーキを踏むっていうのは、もちろん後続車がいないような環境でゆっくりとブレーキを踏む練習をしたりもしてみましたが、やっぱり慣れてない時はブレーキがカックン状態でグッとかかってしまったりとか、あと同乗者が不快にならないように止まる寸前っていうのはブレーキを少しずつ緩めていくと思うんですけど、その微妙な操作を左足でするっていうのがすごく難しくって、同乗者がちょっと不快な感じのブレーキになってしまうなんていうようなことがあります。右足でブレーキを踏むときは左足で体を無意識で支えているので安定して右足を使うことができるんですけど、左足でブレーキを踏もうと思うと右足はアクセルの近くに置いたままで、右足のつま先を少し上に持ち上げたまま左足でブレーキをコントロールするっていうのはやっぱり難しいことだなと思います。左足もかかとを床につけてブレーキをゆっくりと踏むことに慣れていけば結構丁寧にブレーキをかけれるようにはなるんですけど、右足で踏む方が慣れているので、左足で踏むより右足の方が丁寧なブレーキをかけやすいので、あえて左足を使っていくっていうようなことはしませんよね。そんな左足ブレーキに慣れていない状態で右足アクセル左足ブレーキっていうのを今から高齢の方が練習して踏み分けていくっていうのはちょっと無理があるんじゃないかなとまず思います。左足ブレーキに慣れてしまえば右足と同じように使えるのはわかるんですけど、年齢を重ねてから新しい操作を覚えるっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。それに右足でも急制動をする機会っていうのがあんまりないのに、左足なんて急制動をすることが皆無なわけです。そのような中で前で何かがあって急ブレーキをかけないといけないシチュエーションになった時に、左足で限界まで思いっきりブレーキが踏めるのかっていうことですよね。体も支えにくい状況で左足でフルブレーキを力いっぱい踏むことができるのかどうかっていうのも疑問だし、それは練習しないといけないのに練習する場がどこにあるんだっていう話でもあります。サーキットとか走ってる人ならいいのかもしれないですけど、一般道で急ブレーキを踏むわけにもいかないので、
その練習をする場所がないですよね。私有地持ってる人だったらいいのかもしれないですけど、左足ブレーキをちゃんとしてもらおうと思ったら、教習所のようなところで安全な環境でしっかりとブレーキを踏める練習はしないといけないと思います。2点目に思うことが、ブレーキとアクセルの配置ですよね。オートマチェック車のペダルは大きくて踏みやすい状態にはなってると思うんですけど、アクセルとブレーキの配置が右足アクセル、左足ブレーキっていう使い方をするにしたら配置がすごく悪いと思います。右足で操作がしやすいように、アクセルはもちろん右側ですし、ブレーキも右足で操作しやすいように右側寄りについていると思います。ということは、左足でブレーキを踏むには左足を右側に持っていかないといけないっていうことになるんですよね。左足のかかとを床につけていたとしても、ドライビングポジションとしたら不自然だと思うんですよね。右足は右寄りでいいんですけど、左足を右に寄せることで、まあ中央ぐらいにはなるのかもしれないんですけど、やっぱりその体を支えるっていうのがしんどくなるんじゃないかなと思います。普通に走ってる時はいいですけど、ブレーキを何かを踏むってした時って、体がしっかりと支えていられるから足が操作できるんであって、体がグラグラの状態で足のコントロールをうまくするっていうのはかなりハードルが上がります。高齢になってくると体幹の筋力ももちろん落ちてくるので、鍛えてたら別かもしれないですけどね。そしたら体を支えるのが大変な状況で左足ブレーキをするっていうのは、あんまりおすすめするできるものではありません。そしてとっさの時の反応ですよね。右足でブレーキを踏むのに慣れてて、左足をいくら練習してたとしても、長い車乗ってる歴史の中で左足ブレーキを使いこなせてる人であれば、とっさの急ブレーキでも左足を使えるかもしれないんですけど、途中から左足の方が安全だからって言って踏み替えたとしても、やっぱり無意識で力強く踏むときって右足をがっつり踏んでしまうと思うんですよね。その時にアクセルに足がある右足に思いっきり踏んでしまったら、ブレーキどころか加速してしまうっていうことになってしまいます。もちろん左足も右足も同時に思いっきり踏めるような力があればいいんですけど、その場合は車がアクセルとブレーキを同時に踏んだ時にブレーキが優先されるような機能がついていないと意味がなくなってしまいます。この装置がついているんであれば、左足でしっかりとブレーキを踏む練習をしていいのかもしれませんが、このシステムがついていなければ左足でブレーキを踏まない方がいいということになります。慣れていなくてアクセルを思いっきり踏んでしまったら、アクセルとブレーキ踏み間違いを防ぐどころか、アクセルを踏むことを助長してしまう可能性にもなるので、このあたりは注意が必要だなと思います。他にも自動車メーカーとか教習所とか警察庁なんかは左足ブレーキを推奨してないっていうことがありますし、左足ブレーキに慣れてない人がブレーキに足を置きっぱなしにすることで、意図をしないブレーキランプが点滅することで渋滞を引き起こす原因になったりとか、ブレーキに左足を置きっぱなしにすることで若干のブレーキがかかってフェード現象を起こす可能性があるなんていう意見もありますね。左足ブレーキが悪いとかそういうことではなくて、慣れている人であれば有効な操作方法なのかもしれないですけど、左足ブレーキに慣れていない高齢の方が新しい技術として覚えるのはなかなか難しいし、実用的ではないのかもしれません。またもう完全に左足でブレーキを踏むっていうことであれば、アクセルとブレーキのペダル配置を見直してほしいなとも思います。やっぱり体がしっかりと支えることでペダル操作もしやすいと思うので、その辺を考慮したペダルができると左足ブレーキっていうのは現実的で実用的な部分になるのかもしれませんが、
現状ではなかなか難しいのではないかなと思います。まあ、アクセルの踏み間違い対策としたらやっぱり安全運転支援システムを入れることが一番手っ取り早いんじゃないかなというのが僕の意見です。それでは今日の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。